はい、こんにちは、116インズです。この結末を誰が予想できたでしょうか。私はできませんでした。ロックアウトが終わってからかなり積極的な補強に動いているツインズが、コンフ FA 史上ナンバーワンの評価を受けているショートのカルロス・コレアと3年総額1億530万ドルの契約で合意。契約期間中の平均年俸は3510万ドルで、これは2019年オフにエンゼルスと7年契約を結んだアンソニー・レンドーンの平均3500万ドルをわずかに10万ドル上回って、内野手としては史上最高の平均年俸の契約となりまして、また契約の1年目2年目終了時点でのオプトアウト、契約を途中で破棄してコレアが再び FA となることも可能となっていますので、今年好成績を残せばまた再度 FA 市場に再挑戦することも可能な契約となっています。しかし、あのツインズがコレアを射止めるとは。コレアの移籍先候補としては、アストロズ時代の監督であったエイジ・ヒンチがいるタイガースやレンジャーズ、カブス、ヤンキースあたり名前が挙がったりもしていましたが、タイガースはロックアウト前にハビア・バイエスと契約し、レンジャーズもセミエンとシーガーの両取りに成功したことで撤退、ショートを必要とし、かつコレア側が希望するような超大型契約を提示できる球団がほとんどおらず、結果としてはツインズとこのような短めの契約に落ち着かざるを得なくなりました。コレアという選手について簡単にご紹介しますが、コンフ移籍先が注目されていた27歳のショート、トップクラスの実力がありながら、それでいて若い点彼の価値を押し上げる一因にもなっていましたね。昨年は攻守に充実のシーズンを送り、148試合で打率2割7分9厘、ホームラン26本、 OPS8 割5分、守備面では昨年の MLB 全選手トップとなる DRS20 を叩き出し、ゴールドグラブ賞及びプラチナグラブ賞を受賞。プラチナグラブ賞はその年のゴールドグラブ賞受賞者の中でも最も守備に優れた選手に贈られる賞となっていますので、球界の中でもコレアの守備に対する評価は昨年高かったと。ウィンザボーリプレイスメントも 7.2 と圧倒的な成績を残して文句なしの状態で FA 市場に出てきました。コレアは怪我が多く、なかなかフルシーズン出ることができない。むしろ昨年148試合も出場したのは久々のことでしたが、出場すればトップクラスのパフォーマンスに期待でき、また勝負どころでの無類の勝負強さやリーダーシップも持ち合わせている点もコンテンダーのチームに一人は欲しい存在の選手。2017年のアストロズをめぐる一連のサイン盗み騒動では、余計な発言を連発してしまって、ファンや球界内での印象は以前ほど良くはないと思われますが、それでもコンオフの FA 市場で超大型契約を手にするものと誰もが思っていました。なのでコレアが平均年俸で内野手史上最高額の契約を手にしたとは言っても、たったの3年契約で落ち着いたのは驚きでしたね。多くの人は少なくともショートとして史上最高額の契約。昨年の開幕直前にフランシスコ・リンドアがメッツと結んだ10年総額3億4100万ドル。ここは間違いなくコレアも意識していたでしょうし、超えてくるものと思われていました。コレアと同じく怪我は多いものの、トップクラスの活躍に期待できるコーリー・シーガーがレンジャーズと10年総額3億2500万ドルの契約を結んだ点も、コレア側からすればいい交渉材料となったことでしょう。シーガーでもこれくらいの契約なので、シーガーより半年若く、かつそれ以上の活躍を見せた選手と考えれば、ある種当然の要求ではあります。ところが実際にはコレアの希望に見合う額を払えるチームがこれでいなくなってしまって、交渉は難航。コレアは1月に代理人をスコット・ボラスに変更していましたが、ロックアウトを挟んで開幕まで間もない状況では、さすがにボラスでも総額3億4100万ドルを上回る契約を引き出すことは難しかったんでしょう。幸いコレアはまだ27歳と若いため、ツインズとの3年契約期間中毎年 FA となれる選択肢を作ることで、再度ショートとして史上最高額での契約を結ぶチャンスを残す。今季オフにトレイ・ターナーが FA となれば、ドジャースあたりもショート獲得に参戦してくる可能性はありますので、そこで改めて最高額へチャレンジできればといったところでしょう。一方でコレアのマーケットが発展しなかった恩恵を受けたのがツインズ。先日ヤンキースとのトレードでジョシュ・ドナルドソンの大型契約を全額負担してもらって補強資金を確保していましたが、まさかこのような形で生かしてくるとは思えませんでした。ヤンキースとのトレードでツインズはペイロールのチーム史上最高額まで4000万ドル近い余裕を生み出していましたので、大型補強する余地があるとは先日の動画でもお話ししましたが、その時名前が出ていたのはトレバー・ストーリー、コレアではありませんでしたよね。実際ツインズはストーリー獲得にかなり興味あったものの、他球団もストーリー獲得に参戦してきたため値段がやや高騰。自分たちが当初想定していた額以上をストーリーに払うくらいならコレアの方がいいよねということで、コレアにシフトした模様ですね。クワーズを出る影響が未知数なストーリーと比較してコレアの方が、試合出ればという前提ではあるんですが、成績は見込めそうですし、何よりツインズはポストシーズン18連敗中という不名誉な記録も続いている球団でもありますので、ポストシーズンの経験も豊富で、かつ勝負強いコレアという人選は最適かと思いました。
契約も3年と、コレアが毎年怪我してろくにプレイできなかったとしても、長期的なチーム編成に影響を与える年数でもないですし、オプトアウトする前提ならば MLB で今トップクラスの実力を誇る選手の全盛期に対する事実上の1年契約と見ることもできますので、リスクの割にリターンの大きい契約でしょう。しかしツインズの補強、特にロックアウト開けてからは鮮やかの一言です。先週カイナー・ファレファをレンジャーズから引っ張ってきたトレードが、最終的にはこうしてコレア獲得につながって、さらにはサンチェスやウルシェラといった面々も確保。課題の先発陣では年俸が比較的安めのソニー・グレイ獲得にも成功し、昨年地区最下位に沈んだチームではありますが、1年で再びコンテンドする体制を見事に整えてきました。まだもう一人くらい先発ができれば欲しい状況にはありますが、ツインズはアセチックスのショーン・マナイやフランキー・モンタス獲得にも興味があるようで、この二人のうちどちらか、あるいは両方獲得できれば、ローテーションの厚みもだいぶ増します。そうなった時には AL 中地区の中でも再び脅威となってきそうですよね。昨年最下位に沈んだのはフロントとしても想定外だったかもしれませんが、その状況をチームを立て直すために必要な時間と変えたのは本当に素晴らしいと思います。そしてコレアが加わったツインズ打線はこんな感じ。ファングラフスに掲載されているオーダーの引用ですが、クルーズやドナルドソンがいた昨年までのオーダーと比べて破壊力は少し落ちたかなと思いつつも、今までよりもアセチックな面々が揃った印象です。昨年不振だったケプラーやサンチェスが復活すれば、なかなか厄介な打線ともなりそうですね。チームの柱となるコレア、バクストンという2012年ドラフト全体1位2位の2人揃って怪我しがちなのが、やや脆さも感じますが、バクストンが上位で足も絡めながらかき回して、コレアが持ち前の勝負強さでバクストンを返す。これが一つのパターンともなってきそうですかね。コレアを加えたツインズが目論見通り、今季コンテンダーとして戦うことができるのか、昨年地区を制したホワイトソックス、コンフを同じく補強に転じたタイガースらを上回ることができるのか、中地区の戦いはどうなっていくのでしょうか。最後にコレアを失ったアストロズについても話していこうかなと思います。アストロズは昨年のスプリンガーに続いて、これで2年連続で主力選手が FA で流出したことになりましたね。コレアが希望する大型契約を出すつもりがなさそうな点、アストロズとの再契約の可能性はもともと低いとは言われていましたが、ロックアウト後残留交渉はしていると報道も出ていました。ツインズとの契約を見るに、これくらいならアストロズも出せなくはなかったでしょうし、何より3年契約ならアルトゥーベ、ブレグマンとの契約最終年とちょうどフィットしていたはずなので、この契約規模でもアストロズが思ったよりもコレア残留に本気でなかったのは意外でした。コレアの後釜には2018年ドラフト3巡目指名のジェレミー・ペーニャや、あとはアレドミス、ディアス、ニコ・グッドラまで埋める方針なのかもしれませんが、昨年スプリンガーの穴をマイヤーズやマコーミックの台頭で見事に埋めたあたり、自信があるのかもしれません。個人的にはスプリンガー以上にコレアの穴は大きいという印象ですが、アストロズが今季コレア抜きでどんな戦いを見せるのか、ここも個人的には注目したいポイントです。皆さんは今回のツインズとコレアの契約どう思いましたか？コメントでぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。